こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。前回の動画ではたくさんのコメントありがとうございました。一つ一つ読ませていただいてます。今日は当店でのリピートの多い文房具を10点紹介していきます。最初に紹介するのはゲルインクボールペンアンテリックから275円です。発色の良さ、滑らかな書き心地、デザインなどがリピート人気の理由となっています。一見キャップに見えるデザインなんですが、ここを押すタイプ、ノックタイプになっています。私とこのペンの出会いっていうのはね、結構突然で、福岡のねお店を営業中に勢いよくで入店されたお客さんに、このペンご存知ですかって聞かれたのがこのペン。中はエナージェルのインクが入っており、クリアタイプのボディのデザインです。お客様にこれすごくいいんで使ってくださいと数本ねその場でいただきました。でそのお客様はアンテリックではないところの、多分文房具のねメーカーの方で、展示会か何かで福岡に仕事で来ていて、その合間を縫ってお店にね来てくれました。他社さんのものでもね気に入ったら布教するスタイルだそうで尊敬しました。お客様がねどこのメーカーさんかっていうのがちょっと聞きそびれてしまったんですが、なんか文房具の業界の未来はね明るいなと思った出来事でした。次はこちら、ラポルタクリアペンケース積成から825円です。中身が見えて便利、意外と大容量で日常使いに、あとはペンの保管用にもリピートされています。実店舗でもリピーターさんが多くて、皆さんねこういう風に使っててすごくいいんですよっていうのをね熱弁してくれます。ペンケースにはマチがねしっかりついているので、見た目よりね多分多く入ります。ちょっとね試してみましょう。こちらはね後で紹介予定のマーカーペンです。一本一本がちょっと太めでかさばるタイプのペンですが、じゃんじゃん入れていきます。とりあえず14本入れてみました。まだねあと数本は入りそうなくらい余裕があります。レビューにもありましたが、中が見えるのでね収納としてもとても便利ですよね。発売当初はネイビーとピンク、グレーのこの3色の展開でした。で、他にね、A5 サイズ、B6 サイズの展開もあります。ちょっと当店では発送時のサイズ制限のため、A5、B6 の展開をね、終了しました。で、その後ね、多分人気だったからか、新色3カラーが追加されました。そしてさらに新サイズも追加され、スリムペンケースというタイプが出ました。ペンケースとね、横幅マチは一緒なんですが、こちらも見た目以上に大容量。形も崩れにくいので、スリムのまま持ち運べて、バッグの中でもね、小スペース。スリムサイズもリピーターが多くて、2サイズとも両方持っている方っていうのも多い印象です。当店のチャンネル常連のこのアイテム、フラッポ1210円です。少し中身が透けるシリコンのポーチで、留める部分はデコボコをね、こうギュッと合わす仕様になっています。私はここのメーカーさんのコロマルさんというね、キャラクターがすごい好きで、ぜひチェックしてみてください。こちらのアイテムは自分用に購入後、ギフト用にね、買い増しリピートっていうのが多くて、使いやすさ、品質、デザインなどが人気の理由だと思っています。このポーチはね、実は4柄あって、全柄集めて、一気買いされてる方も多いです。特にね、パンケーキとプリン柄は人気で、常にね、在庫が薄めです。ちなみに、口の部分が見慣れないと思うので、どれくらいのものが入るのか、ちょっと実験してみますね。借りったけの100円玉を入れてみます。小銭の中でね、100円玉が私は一番好きなんですが、共感してくれる方いますか？500円玉はすぐ新デザインが出て使えない自販機とかあるのに比べて、100円玉はねいつでもどこでも使えるし、当然なんですけど10枚あれば1000円ってなんかちょっとお得感もあって、コインケースの中にねあって一番嬉しいのが個人的には100円玉。ちょっとわけわからない100円玉愛が語ってますが、シリコンポーチはねしっかりと100円玉をホールドしてくれています。口の部分もしっかり閉まったままなので、移動がね多い人とか動きがね大きい人にもおすすめです。お店のお客様にはよく熱弁するんですけど、バッグの中でね探し物が多い人にはぜひ持っていてほしいアイテム。キーリングがついてるので、バッグなどにこんな感じで取り付けておけば、カバンの中でよくなくなるものたちのね一時保管場所になります。なくし物とか探し物がねない生活ってストレスもなくねすごく楽で、本当におすすめです。次はスイングクールパステルスタビロから1本165円です。
最初はね4色しか展開がなかったこともあり、カラーが増えたのでリピートする人が多いかなという感じ。色味やねペン自体のデザインもおしゃれなので揃えたくなるのも納得。お店に来た方はね一度はこうペンの上の方をね押すんですけど、こちらキャップ式です。ペン先はインクがねビシャビシャすることもなくて全然手入れがしやすいです。キャップは逆側に取り付けられるので、私でも今のところねこれなくしていません。ペン先は乾きにくく、キャップを外したまま4時間放置してもあのインクが乾くことはありません。インク自体がね長持ちするので、インク切れでリピートっていう方はほとんどいなくて、あの色の買い足しとかっていうリピーターが多いアイテムです。あとペン先にはね工夫がされていて、1ミリと4ミリの線が引けるようになっています。1本2役なのでペン本体が少しかさばりますが、2本持つよりは小スペースかなと。あとペン本体が四角いので転がっていかないのもねユーザーの気持ちを分かってますよね。おすすめの色味を引いてたんですが、一押し人気カラーを引き忘れていました。こちらのライラックという紫色、紫というラインナップも珍しいんですけど優しい色でとても人気です。次はサンスターブングよりシャープ&イレーサーシャーム550円です。本体をひねるだけでシャーペンと消しゴムを入れ替えられて、例えば書き間違えた1文字をねさっと消したり線を修正するのに便利なのがリピートの理由です。ペンタイプの消しゴムなので何かの下書きなど広い面をね消すのは結構大変なのでご注意ください。本体の色は2色取り扱い中、実際に見るとねちょっと軽いプラスチック感が否めないんですが、キャップ側にもね消しゴムがちゃんとついてたりとか、あとグリップが印刷ですがちゃんと施されていたり、使いやすさという点ではね全然全く問題ないクオリティだと思っています。ノートを取ってたりとかね、あの家計簿つけてたりとかでささっと誤字を消せるところの機能性が想像以上に使いやすくノンストレスなので、リピートとかあと替え消しゴムの買い足しが多いアイテムとなっています。次は斜めくりファイルキングジムから1つ464円です。紙類を扱うね仕事の方に大人気のアイテムで、実店舗ではねあまりに良かったからと次の日に買い増しされる方も結構いらっしゃいます。人気の理由はこの三角パーツ、ここに紙類を挟んでこの三角パーツをスライドして留めるとホチキス不要で資料がまとまって斜めにパラパラとめくることができます。あと資料脱落防止のねものもあるので、ここに入れたまま持ち運び保管しても安心。表紙をくるっと後ろに回すと少しだけ強度が出るので簡易的なクリップボードとしても使えます。ちょっと欲を言うならくすみカラーとか三角部分だけアクセントカラー使ってたりとか、ゆるい手書きの方眼とかね、そんなデザイン性があったらもっといいのになぁと思ってるアイテムです。次はロディアラマミーティングブック、ロディアから1冊3300円です。こちらは会議の議事録を取れるノートなのですが、一冊でね結構ボリュームがあるので買い増しというよりは使ってよかったのでギフトとして買う、友人に勧めるというようなリピートと言っていいのかわかんないんですが、そういう買い方をあの口コミでね広めてくださる方が多いアイテムです。実店舗でもこれこの前買ってよかったからあのおすすめだよって友人にね話したりとか、使いやすかったので友人に勧めたら欲しいって言ってたんでちょっとお使いに来ましたとかっていうねお声掛けをいただくアイテムです。個人的にはあの新卒の時にね欲しかったなぁと強く思うアイテムです。表紙はイタリアン製合皮でしっかり感ありつつね、ゴム製ペンループがついてて、中は疑似メモの80シート入り。年間カレンダーも書き込めるので、需要期とか長期プロジェクトとか、あと休暇の予定も組みやすいです。ドキュメントホルダーもあの最後のページにねついてるので、資料や付箋、メモなどの一時保管ができます。議事録が取るのが苦手だなという方は、ぜひこのアイテムチェックしてみてください。次は緑のポケット付きジャーナルノート1冊1650円です。チケットやポストカードショップカードを保管するのにのりが不要で台紙にも書き込めることがあのリピートの理由です。のり不要でカード類を保管できるって、どういうことだって思いますよね。何でくっついてると思いますか？じゃあ答えを発表する前にまずはちょっと試してみましょう。当店のショップカードとポイントカードをこの透明のねポケットの中に設置していきます。すでにねくっついてる感じがしますが、本体を立ててずれないか見ていきます。
立ててね、揺すっても落ちないし、ずれもしない。本当にね、すごいです。ということで、そろそろ答えを発表しようと思います。こちら実は静電気でポケットにくっついています。静電気でもこんなに揺らしたりしてもなんか全然ずれないもんなんですね。静電気でね、貼り付いてるだけなので、カードを取り出す時もすごい簡単、スッと取れるし、あと粘着物でね、汚れずにカード自体を保管することもできます。次は油性ボールペン 0G ボール15度インターアクトから1本330円。こちらはペン先が曲がった不思議な形のボールペンです。芯の太さは 0.7、0.5、0.38 の3種類。慣れるまでにね、少し時間がかかりますが、軽い力でかけて手が疲れにくいのがリピート人気の理由です。0.7 ミリはボディ全体にカラーがついていて、基本的にどのサイズもね、黒インクです。で、ボディが赤と青のペンだけ、中の色も赤と青になっています。0.5 ミリと 0.38 ミリはデザインがね、一部ちょっと被っていて注意が必要です。こちらはね、現在返しがないから、一回使ってみてね、書き心地がいいなぁと感じたら、ストック用や、あと他のね、赤インク、青インクをリピートする方が多いなぁという印象。で、その書き心地なんですが、他のペンと何が違うんだろうっていう。これね、すごく軽いんです。というのも、この曲がった先端のおかげで、垂直にね、紙に力を入れることができるので、無駄なね、力が必要ないんです。そもそもね、油性ボールペンって筆記時にちょっと滑る感覚があると思うので、さらに軽い力で書けるっていうのもあって、ちょっと合う合わないはね、人によってありそう。私はね、筆圧がゴリラ並みに強いので、慣れるまでに結構書きました。その結果ね、こんなにたくさん書いても疲れないなんてすごいなぁと、ちょっと感動しました。通常のペンと比べてみると、筆圧以外にもボールペンのインクが出るように角度を手でね、こう微調整してたみたいで、元のね、持ち方のまま自然にインクがスルスル出て、すごく疲れにくくて書きやすかったです。次は特にすごくリピーターが多いペンコプラクリップハイタイドから198円です。仕事、あとノートなどと使う以外に日用品としてもね、役立つことから愛用者とかリピーターが多くて、当店でもね、数多くの動画で紹介してきました。挟む時に軽い力でね、開けられることもあり、握力がね、弱い人とかでも使いやすいし、幅広のクリップでね、あらゆるものを留めておくことができます。実店舗ではね、店頭のサンプルノートを留めて使ってたりとか、プライベートだと参考書やレシピ本をね、開いたまま固定して使うことができます。で、後で確認したいレシートとか手紙とかの郵便物もね、まとめて挟んでおけます。レシートなどの薄い紙も、この刃の部分がね、ギザギザしているので、しっかりキャッチしてくれますよ。1個買って、その後の注文でね、5個くらいまとめ買いされてるような注文をね、よく見かける人気のリピート商品です。次はバレットボールペンライトハイタイドから1本770円です。コンパクトながらね、書きやすいことがリピート理由かなと思います。メモ帳や手帳バッグにね、そのままくっつけたりインしておくと、何かあった時にね、安心。ペン先は 0.7 ミリで、インクの色は黒で油性です。返しもメーカーより販売されています。ちなみにバレットというのはね、弾丸という意味らしく、形から名付けられています。筆記時には逆側にキャップがついて、軸がね、伸長するので、コンパクトだからっていうね、書きにくさは一切ないです。グリップがついていませんが、滑る感じもなく、全然使いやすいです。同じシリーズで、シャーペンタイプも発売されました。キャップを逆側につけたままノックできるので、こちらもね、コンパクトだからという理由で不便っていうのはね、ないです。私も最近ずっと使ってて、ミニメモ帳にね、ハサミで穴開けて、このバレットボールペンとか、あとシャーペンの方をね、差し込んで一緒に持ち歩いています。全然邪魔にならないね、サイズ感っていうのと、あとフック部分が結構しっかりしてて頑丈そうなところが気に入って使っています。次はスタロジー低粘度油性ボールペン 0.7 ミリニトムズから1本825円です。人気理由はシンプルなデザインとスラスラと滑らかな書き心地のインク。ボディは全面ラバー素材でできていて、どこを握ってもね、滑らず書きやすいです。
インクは留めや羽のある日本語をね、書くのに適する粘土になっているそうです。1本あたりがねちょっと高いので、皆さん躊躇するんですけど、実店舗ではねサンプルコーナーにこのペン置いてあって、そこで試し書きをするとね、皆さん思わず購入を決意されます。後日ねリフィルをストック用に買い足される方もとても多いアイテムです。ちなみにほぼ同じデザインで水性ゲルインクの 0.5 ミリのボールペンもあります。 0.5 ミリではあるんですけど、インクの出がいいので、ね、実質ね1ミリぐらいの太さにね感じます。黒もねここがはっきりしているので、スルスル書けてアイディアをバーッと書き出したい時とかにこちらも愛用しています。最後までご覧いただきありがとうございます。紹介する文房具はねちょっと被りが多くなってきたので、もっともっと新商品たくさん紹介したいなと思ってます。また見てください。またねー。